はい、どうも、メヘロジさんです。寝てました。はい。まあ、体調はあまり良くないなというところでございます。まあ、その原因はですね、三菱重工でございますね。はい。高値2080円から、今1780円、マイナス300円ぐらいまで、来ておりますと。今ね、1820円なんですけども、為替介入があった関係で、日経平均600円ほど下げてまして、夜間がね。で、1780円をつけてると、三菱重工が。で、まあ、おじさん的には、だから、信用取引で1100株なんで、マイナス33万、ボーナスほぼ溶けましたというところでございまして、いや、まだ含み損なので、高値から300円一気に落ちたから、反発する可能性はあるんですよね。だから、切るに切れない、状況でございます。まあ、切った方がいいよっていうのが、まあ、大意見だと思うんですけども、あるいは、まあ、ちょっとずつ切ってね、損を小出しにしていくっていうのも手かもしれないですけども、で、また半年先にボーナスがあるんで、で、信用も半年の信用なんで、なんていうんですかね、まあまあ、だから、まあ、今はちょっと切りたくない。いいので、まあ、現金小出しにして、まあ、言うたら、その信用口座に入れてるところでございます。はい。どうしたもんかね、っていうところですね。はい。まさか、東証プライムの、まあ、今で時価総額6兆円でしょ？で、1兆円消えたんですよね。っていうようなことになるとは思ってませんでしたと。で、しかも半導体銘柄とか、まあ、めちゃめちゃ調子いい中で、三菱重工だけ一点下がりっていうような、どんだけ、まあ、まあ、運じゃないですけどね、なるべくしなってるんですけども、まあ、貧乏くじ引くねんと。いうようなところでございます。ただ、まあ、三菱重工が立派な会社であるってことは間違いなくて、十分割前で言ったら3000円下がってるわけですよね。3日か4日で。っていうようなところなんで、まあ、そろそろ反発来るかなと思いながらも、今夜間が、まあ、その夜、まあ、2万5000円下がりの3万下がり、っていうところなんで、そっからの、まあ、反発があるかどうか、っていうところかな。まあ、3連休挟むのも怖いですけどね。はい。でもま、そこら辺までは、ま、耐えようかなというところでございます。はい。で、なんか知らんけど、おじさんの、言うたら、まあ、こういう阿鼻叫喚、によってですね、YouTube の再生に関しては、なんかちょっと再生されてるな、みたいな感じになって、まあ、皮肉なもんでございますね、というようなところではございますけども、はい。なんとか耐えられるものは耐えたいなと思ってます。で、7月の19、来週がね、ちょうど給料日なんで、まあ、またちょっとお金に余裕ができるのでですね、まあ、信用を切らないように、お衣装にならないようにですね、金突っ込みながら、なんとか耐えれたらな、というふうに思ってございます。もう、どっかのタイミングで切りゃよかったし、プラマイゼロの時にですね、とっとと全部手放してしまえば、こんなことにならなかったんですけども、まあ、たられば言ってもしゃあないと。まあ、どうせなら、ね、全部 YouTube のネタにしてしまえというようなところの気分でございます。はい。全力フルスイングして全力デッドボール3箇所ぐらい受けてますね。はい。だから、まあ、なんていうんですか、やっぱオルカン突っ込んどけっていうことですね。オルカン SP500 に突っ込んどけと、いうのが結論でございます。もう体を張って、それを皆さんに証明しているところでございます。はい。一点買いはダメだよ。信用一点買いはダメだよっていうようなところ。まあ、バイオベンチャーに一点買いとはまた違いますけれども、東証プライムの本当に、1兆円企業にですね、全突っ込みして、ここまで見事に負けるっていうのもなかなか、珍しいと思います。弱い40にして、またフルスイングしとるかなと。しかもデッドボール食らっとるかなというところを、もう笑ってもらうしかないなというところでございますね。あとはだから、まあ、損切りをどうするかですか？損切りをどうするかやな。損切りせずに、もう言うたら次のボーナス満額出たら全部買い戻しをして、まあ、塩漬けにしちゃうっていうのも一つかなと思ってるんですよ。なんで、まあ、やり方はちょっと考えますけども、まあ、とりあえず、今日、明日、お衣装にならないように、なんとかしようかなと思ってます。はい。今日も4万ぐらい入れたんですよね。
で、入れたのがね、これまた当たってるんですよね。やば、うん、そう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 。さすがにね、ちょっと下げすぎだと思うんですよね。はい。まあ、上げすぎたっていうのもあるんですけど、それ全部、全戻ししてるような状態なんで、そこで止まるかなというところですかね。まあ、自分的には1700円切らなければ、反発あるんじゃないかなと思ってるんですけど、ここまで、言うたら、まあ、下げが続くとね、一説には1400円まで下がるんじゃないかってあるんですけど、その、東証プライムがそこまで下げるっていうのはね、ただの東証プライムじゃないですからね。しかも、三菱重工は。はい。ちょっと考えにくいかなと思ってます。ちょっと投機的な下げ、かなとは思ってるんですけども、いやいやいや、おじさんがこういうことを言うってことはまだ下がる可能性は結構高いですから。逆神様として、見ていただけたらなと思ってございます。はい。以上でございます。